大相撲の宮城の親方39イコール元横綱白鵬が謝罪説明で全国安揚することになった3日今月から部屋付き親方として転籍した東京江東区の伊勢ヶ浜部屋を元幕内北西方の暴力問題で自身の部屋が当面閉鎖となってから初めて訪れた佐世子夫人間垣親方元前頭石浦を伴い 約2時間滞在。師匠の伊勢ヶ浜親方、元横綱朝日富士からは、全国を回って、弟子の親御さんに会いに行きなさい、と助言されたと明かした。先行きに不安を感じている力士らの親に謝罪、説明し、不安を取り除くことが使命となった。宮城の親方は、暴力問題で2月に2階級降格などの処分を受けた。 3月の春場所は師匠を外れ、同じ伊勢ヶ浜一門の玉垣親方、元小結友の花が師匠代行。3月末の理事会で、親方衆二人と重量博をほうら力士、行事ら全員が伊勢ヶ浜部屋に転席すると決まっていた。この日の帰り際には、一生懸命頑張ると表現していいかわからないけど、一日一日頑張るしかない、と、真剣な表情で話した。 伊勢ヶ浜部屋は一日から稽古を再開しているが、双方の準備が整わず、宮城野部屋からの転席組は合流できていない。それもこの日訪問して、7日に引っ越し、と決まった。新生伊勢ヶ浜部屋の本格的な稽古開始は、引っ越し後の見込み。大横綱が部屋付き親方から出直しを図る。